ソフィア様、失礼します。式典の時間が近づいていますが、ご準備はよろしいでしょうか？うん、大丈夫だよ。式典用の演説もちゃんと頭に叩き込んだから。さすがソフィア様、ルーム報告の聖女たる堂々とした勇姿、期待しております。任せておいて、レンちゃんがびっくりするくらいかっこよく決めてみせるから。ソフィアとレンは相変わらず仲がいいね。普通聖女と側近がここまで仲良くなることなんてないんだけど。誰かと思えばアレックスじゃない。私たちの関係に嫉妬しているの？私とソフィア様は特別なのよ。二人は運命で結ばれてるの。主従の関係を超えた関係になるのは必然よ。レンちゃんはいつも私のことを助けてくれるもんね。本当の妹みたいで大好きなんだ。大好きだなんて、そんなお言葉をいただけて。私は重要な式典の本番を前にしてもそれだけの余裕を保っていられるのは素晴らしいことだね。他の教会騎士や聖騎士たちも見習ってもらいたいよ。そういえばアレックス、私に何か用事なの？警備に関して問題でも起こった？いや、騎士団としてできるだけのことはやったよ。騎士たちの配置も完了したし、あとは式典を待つばかりだ。今年はオーゼニア開拓国の建国10周年、盛大な式典だから警備の数も去年の数倍多いはずなのに、もう全ての指示を終わらせたの？さすがアレックス、次期騎士団長として期待されてるだけのことはあるね。他の騎士たちが協力してくれたおかげだよ。私一人の力なんてたかが知れているからね。とまた話が逸れてしまった。実は紹介しておきたい人がいるんだ。アシュ、入ってきてくれ。どうも。国翼団の傭兵で今回の警備を手伝うことになったアッシュです。よろしくね、アッシュ君。アレックスから話は聞いてるよ。私はルーム報告、当代聖女のソフィア。こっちはレンちゃん、私の側近なんだ。アッシュ君は私と同い年なんだよね。だったら敬語じゃなくて普通に喋ってもらいたいな。そんな、一階の傭兵が報告の聖女に対してタメ口なんて、さすがに失礼すぎますよ。ソフィア様が普通に接してくれていいとおっしゃってるのよ。それを拒否するなんてあまりに失礼じゃない？ああ、それもそうか。じゃあ敬語はなしにするよ。よろしくな、ソフィア。あなた、慣れ慣れしく接しすぎよ。もっとソフィア様に敬意を払いなさい。落ち着けよ。さっきと言ってること全然違うじゃねえか。ねえアレックス、どうして団長のグレッグじゃなくてアッシュを連れてきたの？二人と年齢が近いから仲良くなれるかと思ってね。それにアッシュは私の義弟なんだ。孤児院では物心ついた頃から一緒だったんだ。ずっと二人で剣の特訓をしてきたから、実力は私が保証するよ。今回もきっと活躍してくれるはずだ。兄さん、そういう紹介はやめてくれ。僕は兄さんのように才能があるわけじゃないんだから。なんだ今のと。近いぞ。こんな会場内に敵襲？外の警備はどうなったんだ？ソフィア様、私の後ろに。背中から抱きついていただいても構いませんよ。ありがとう、レンちゃん。でもそれじゃあレンちゃんの邪魔になっちゃうだろうし、自分のことは自分で何とかするよ。みんな、状況を確認しながらソフィアを安全な場所へ。
囲まれる前に会場を出るぞ。状況は思った以上に悪いみたいだね。みんな気を引き締めていこう。畳みかける。これってどうだ。ソフィア様、少し前へ出過ぎです。敵がどこから出てくるか分かりません。できるだけ私から離れないようにお願いします。大丈夫、私だってちゃんと戦えるから。聖女の力を甘く見てもらったら困るよ。聖女って結構戦えるんだな。そういう訓練はしてないと思ってたから意外だよ。ソフィア様は聖女として日々魔力を鍛える訓練を行ってるのよ。持って生まれた才覚をおごることなく日々努力されるソフィア様、素晴らしい。悠長に喋っている時間はない。また魔物が出てくる前に移動するよ。移動するって言っても安全なルートはわからないだろ。どこを通っていくつもりなんだ。さっきの魔物、騎士が勝てないレベルじゃない。特別な式典だから警備も強固だし、国翼団の面々もいる。外から攻めてきたとしても容易にここまでは来られないはずだ。おそらくあの魔物は何者かの手によって陽動のために送り込まれたものだろう。敵が本格的に攻め込んでくるのは今からだ。混乱を起こして指揮系統を乱したところで外から一気に攻めてくると考えられる。今ならどのルートを通っても安全という可能性が高いわけね。なるほど、納得できる意見だわ。敵の狙いはソフィアだと考えていいだろう。彼女を安全にオーゼニアから出国させなくちゃいけない。港へ向かわなきゃいけないってことか。だったら道中で団長と合流できるな。団長と兄さんが一緒ならどんな相手が来ても安心できる。急いでそっちへ向かおう。ソフィア様もそれでよろしいですね。それでいいよ、バッチリだね。お前もしかして何も聞いてなかっただろう。バレちゃった。でもみんながいるんだからなんとかなるでしょ。さすがソフィア様、この状況の中でも冷静さを保っておられるとは。冷静さというか単に危機感がないだけじゃないのか。うん、あなたは表面的なことしか見ていないのね。ソフィア様はこうして場の空気を和ませているというのがわからないの。そうそう、そういうことだよ。みんな緊張しちゃってたら実力が発揮できないでしょ。聖女としてそういう細やかな点にまで気を配るのは当然なんだよ。ソフィア様素晴らしいです。言いたいことはわかるが諦めてくれ。あの二人はいつだってあんな感じなんだ。僕たちがしっかりしなくちゃいけないってことだな。別にあなたに守ってもらわなくてもソフィア様は私がお守りするわ。アレックスには悪いけど私はアッシュの実力を認めたわけじゃないの。使えないと判断したら
容赦なくおとりにでも使わせてもらうわ。ああ、問題ない。そんなことにはならないよう昔から仕込んである。それにアッシュの実力は私だけでなくグレックも見込んでいるんだ。この程度の騒動でやられるわけがないと信じているよ。うん、そこまで言うならお手並みを拝見させてもらうわ。ということだ。アッシュ、気合を入れないといけないね。僕だって言われっぱなしになるのはごめんだ。兄さんに恥をかかせないためにも頑張るよ。ママだ。こんにちは、私ソフィア。こう見えてルーマ報告の聖女なんだよ。私の出番ね。